また寄りかかる人ができちゃうってことだから。ダメだよ、言えない。京介には言ったらまた私。京介のこと大好きだよ。けど、このまま今日は帰ってね。ここにも行かない。本当に？ありがとう。あのね、ずっとこんな風に考えていたの。支えてくれる人がいなくなっちゃったら倒れちゃうなって。お母さんも夏美もそんな風に不安に思うくらいだったら、初めから一人の方がずっといい。最初から寄りかかったり頼ったりしない方がずっといいよね。本当に？本当に？本当？困るよ、私。昨日あんなこと言ったばっかりで。だから気持ちが嘘みたいに。でも本当だから、絶対にずっとずっと一緒だよ。
京介。苦しいよ、京介。どうしたの？好きだよ、京介。好き。待って、ダメ。お母さんいるし、だから待ってね。しょうがないな。陽介、好きだよ。なんか言ってよ、京介。だった？くすぐったいね。でも、京介からそんな風に言われるなんて、ちょっと妙な感じだね。そっか。私たち、恋人か。私もだよ。京介としかキスしないんだから。
こんばんは、京介。ありがとう、迎えに来てくれて。そうだよね。大好き。な、何？おいしいってことだね。ねえ、京介。いつもよりも、ゆっくり歩こうよ。だって、その方が長く一緒にいられるから。明日はちゃんと、一緒に登校下校しようね。なんだかね、一人で帰るのって調子が出ない感じがする。京介。ねえ、京介、受験が終わったらどこかに遊びに行こうね。あ、そっか。じゃあ、ちょっと考えておいてくれるかな。私もそうするから。あのね、さっきはびっくりしちゃった。さっきの京介、なんだかすごく慣れてて、なんか…だって、私の方がお姉ちゃんなのに…だから、ほら、
私の方がリードするべきだったんじゃないかなって。京介ったらホストさんみたいなんだもん。ううん、ないけど。綺麗とか言われちゃったし。すごく嬉しくて頼もしかった。京介好きだよ。ねえ京介、私マージを使うのやめようと思う。だから京介も使うのをやめて。だって危ないんでしょ、京介のお友達だって。ねえ約束だよね、ずっと一緒だって。じゃあやめるって約束してくれる？